やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。では、このコーナーのルールを説明しますね。質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見ている動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問まで。で、すべての質問に答えられるわけではないです。答えられないこともあるので、その場合オンラインサロンとかに行くこともあります。はい。では本日一問目です。芸能人やスポーツ選手などのプライベートを根掘り葉掘りしようとしたり、行き過ぎた過熱報道する日本メディア、マスコミに対して、一アナウンサーに BPO はどう思っているのか。はい。どう思っているか。しょうがるかなの方がいいかとか、まあまあ、何も持ってないとか、ダメって思ってるか、まあ、それが知りたいんだろうね。どう思ってるのか。はい、ズバッと出ました。まず、BPO は、ダメ絶対みたいな感じ。うん、ダメって思ってる。で、違う、アナウンサーだごめん、ごめんなさい、1番。1アナウンサー、アナウンサーは、ダメ絶対だった。死神。もう読みたくないみたいな感じ。で、2、BPO は、月。うん、不安とか、そうだね。これもまあまあ、まあまあ、あれだね。ネガティブっていうか、不安を感じてる将来、どうしようかしら、みたいな。うん。で、芸能人やスポーツ選手などへの日本メディア、マスコミによる過熱報道は今後収まるか。これはいいカードが出たら収まるで。はい。収まるのか。なんかね、昔ってどうだったんだろう、昭和の時代とか、ね、テレビしかない時代とかさ、そんなにここまで、そうだよね、テレビしかなかったらここまで根掘り葉掘りは、一段数稼ごうとか、ないから、そうだよな、こんなこと細かには多分なかったね、収まるか。収まるか、審判はいいカードだけど、ズバッと出ました。うん、いつかは収まると思うけど、まだ混沌とするかな。今後ね、ちょっと遠い未来かもね、下の方が、まだちょっと、収まらないカードがバーってあるから。そうだな、でも、最終的には収まると思うけど、ちょっとそれが何年後なのか、ちょっと遠いかもしれない。うん。まあ、とりあえず、いつかって言ったらイエスで。はい。続いて、ペンキ画家、草原さんでいいのかな?のおっしゃってる内容は本当なのか?何か神様が取り付いてるのか?何があったのか知らないし、誰なのかも、わからないままだな。本当なのか?言ってることは本当なのか?何?不思議なことを言ってるの?ペンキ画家。正義の逆でしょ?忍者の逆。これは違うかな?ズバッと出ました。神様も取り付いてないし、本当でもない。脳で。うん、何か、メンタルのバランスを崩している的な、そう、なんだかそういう感じだと思うよ。正義の逆とか忍者の逆とか。はい。ね。続いて、北陸新幹線が敦賀から大阪まで延伸するかを占っていただきました。その時はかなり時間がかかるとの結果。はい。敦賀まで延伸した現在で占っていきたいのですが、いただきたいのですが。はい。ん?ほう。敦賀止まりで完結。米原経由で延伸。小浜ルートで大阪まで。京都を通らず奈良経由で大阪。これ読めない。湖の西って書いて、なんとか線経由で大阪。はい。あと、北陸新幹線延伸が経済的に福井県には良かったのかも。はい。なるほど。北陸新幹線は今後どうなるか。これね、繋がらない。ね。なんだろうね。繋がる。どん、どう、どう。そっか、今、敦賀まででしょ。そっから先今、なんだ?あ、そっか。そこまではまだ特急があるのか。で、そっから先がまた、そうか。特急がなくなったみたいな変な話だったのね。
独宅、ちょっと待って、ズバッと出たかな。完結1話ないかな。1話の、で、2、でも3もいいんだよな。2と3で迷ってんのかな。ただ5もいいんだな。絶対っていうか、まあ、占いに絶対はないけど、違うなって思うのは1と4なのね。なので、1と4以外で、まだノープランな気がするの、フールだから。どうなるかタロットさんもまだわかんないみたいな。フールでしょ？うん。だから、2、3、5、6で、ってしておきます。その中で、どれかで、まだ、タロットさんすらわからないみたい。どうなるかちょっと、選択肢が多くてごめんね。で、経済的に福井県に良かったのか。ね、この前もなんか経済的にではないけど、ざっくり占ったよね。福井のためになったのかみたいな占いしたね。福井県のために経済的に良かったのか。関西からの特急が逆になくなってしまいみたいな。ズバッと出ました。半分イエスで半分ノーなの。だから、やっぱりこう、新幹線が繋がった方、東側経由からはイエスだと思うけど、関西の方かな、そうだよね、多分ね、そっちからは逆効果かな、ノーな感じ。なので、プラスマイナスゼロみたいな感じがします。なんとなく。プラスマイナスゼロで。プラスマイナスゼロ。はい。で、イエスの占いを拝見するのが日々の楽しみになってます。ありがたい。はい。2025年4月のね、話題。はい。そのことがあったと仮定しての質問です。1、多くの方が命を落とした場合、その魂はまた生まれ変わるのでしょうか？もしなんかあって、大勢亡くなった場合、でもそれを言うとさ、戦争とか、そういうこと、東京大空襲だの。まあ、日本だけに限らずさ、原爆とか、海外の戦争なり、災害なりで、何十万人一気にみたいな、亡くなるみたいなのは、過去にもあると思うんですよ。隕石が落ちたとかね、大昔とかわかんないけど、ね、火山はとかさ、地球上ではない場合もあるかと思いますが、かなりの魂の数になるはずで、その魂がほぼ一斉に生まれ変わり、するのか疑問に思いました。するんじゃない？どうだろうね。どうだろう。だから、これは別に2025年7月どうこうじゃなくって、すごい大勢の方が一気に、例えば何十万、何百万、来年に限らずよ。例えばもう地球が消滅するわ、みたいなさ、何かあった場合、輪廻転生するのか。はぁー、ズボッと出ました。世界のカード。どうだろう。世界が真ん中にあるね。全員はしないかもね。でも世界がある。どうだろう。なんか、その世界が残ってる限りするのかなって思ったの。なんか、そのままみたいな感じが。だから、輪廻転生する場所がなくなっちゃったらしないかもねって思ったんだけど、どうかしら。なんかそう、ネガティブなカードがあって並んだけど、世界が真ん中にあるってことは地球とか宇宙とかする場所がある限り、そう、そのままのバランスでいくのかなみたいなのを思いましたよ。なのでちょっと長正しいから書かないけど、するんじゃ、イエスでいいんじゃないかな。ねえ、その、輪廻転生する場所がなくなっちゃった、地球がなくなっちゃった、宇宙が消滅したとかだったらしないかもしれないけど。で、現在日本人の平均年齢は50歳。平均年齢？どういうこと？現在日本人の平均年齢は50歳とのことですが。50歳？どういうこと？なんか占ったっけ？私、50歳ってなんかで言ったんだっけ？日本人の平均年齢50歳。平均年齢が50歳に2025年になるよって言ったんだっけ？本当？そういうのやったっけ？
ちょっと自分でその記憶がないんだけど、よくわからないまま裏になっちゃうけど、50歳平均年齢50歳より下がりますか。スパッと出ました。下がるか。まあ待って、元の質問がよくわかんないから私が言ったのかな。ネガティブなカードとポジティブなカードが半々くらいなの。なんて答えたらいいんだこれ。いいカードも悪いカードも半々なのよ。はてなって感じ。ちょっとごめん、2問目が意味が分かってなくてごめんなさい。自分自身が何のことだこれと思って。ほーで、TBS は左より外国寄りのメディアのように感じますが、今後安住アナや内部の人で日本に有益な媒体になるよう改革してくれる人はいるか。に裁判で裁判官が不当な判決を下した場合、その裁判官には何か悪いカルマとなりますか。これ全然違う質問だけど一気にいっちゃいます。それぞれ1枚でいけそうなんで、まず TBS が左側、右で裁判官は右側、はい。TBS ので、2番、裁判官の話、何か悪いカルマとなるか。戦車の逆、悪いカルマ、悪いカルマ、そうね、なるかもね。戦車の逆、まあ悪いカードなので、1はノーで2はイエスかな。でもそこまでこうすっごい悲惨なカルマみたいな感じではない気がするけど、うん。続いて、宇宙人が地球にもたらした昆虫は20種類以下、20種類と200種類の間はないの。3択ってこと ?20 種類以下か、20種類から200種類か、200種類以上かの3択にしようか。うん。2択だけど、間がない2択になっちゃってるので、その間はどこにいたみたいな。はい。0から20、20から200、200以上。これかな ?20 から200種類。はい。20から200種類で。はい。続いて、それは7択。アリ、ゴキブリ、ダンゴムシ、クモ、ミミズ、ミツバチ、日本にはいないもの。待って、ミミズって虫、昆虫なの?待って。ごめん、全然よくわかってないです。ごめん、ミミズって昆虫なの?ミミズってミミズの次の形態があるんだっけ?足が生えてとかないよな。ミミズは何生物なの?あれは。自分の中で、昆虫、節足動物。なんだ。アリ、ゴキブリ、ダンゴムシ、クモ、クモ!おぉ!ミミズタワー、ミツバチ、おぉ!ミツバチ、はい。で、日本にはいないもの、はい。ズバッと出ました。ゴキブリ違うの?ゴキブリこそ宇宙人っぽいじゃん。なんかみんなあんなに、人間がさ、あんなに怖がるなんてさ、変だと思うのって思って。ゴキブリこそ宇宙由来じゃないかなって思ってたんだけど、違うのか。イエスって出たのが、クモと、なんだろうね、ミミズのタワー。これ、なんだろう、よくわかんない。クモ、ミツバチ、日本にはいないもの。はい。ミツバチ。ミツバチはロボットですよ、言われてもなんかおかしくないけどね。賢そうだからね。はい。はい、それではここで4つ宣伝させてください。まず、40歳以上に特化したマッチングサービス、マチュール、会員様増えております。無料でも占い結果を見たり検索できるので、ぜひお気軽に活用してくださいね。2つ目、結婚相談所を使いたいわっていう方は、ズバコンがおすすめです。ブライタルパートナーズさんっていうとっても成婚率の高い相談所と提携していて、私の占い付きのプランを提供しています。3つ目、
オンラインサロン、たまきの人生向上委員会では、今日の過ごし方とか、習慣運勢とか、カバダス秘術ごとの相性っていうのを公開してます。四つ目、ズバッとタロット、ズバッと叶える手帳販売中です。動画概要欄からぜひご購入ください。続いて、未来が見えるという、超能力者がたくさんの人たちから、爆風で吹き飛ばされる未来が見えるようになったそうです。それ、どこソースなんだろう。へえ、初めて聞いた。たくさんの人たちが吹き飛ばされるという予知は事実か。はい。爆風で吹き飛ばされる。何の爆風だろうね。もうちょっと具体的に知りたいよね。なんだろうね。だって台風も爆風じゃん。めっちゃ子供が歌ってる。め、あ、しめさばが歌ってる。ほら、聞こえる？あ、止まっちゃった。聞こえるって言ったら止まっちゃった。本当か。いや、フールの逆なんで、うん、違うかな。ズバッと出ました。いや、爆風で飛ばされることがあるかもしれないよ。でも、その、予知について言ってるから、その予知は本当かと言われると、ノーの気がします。フールの逆に正義の逆だよ、真ん中に。うん。脳で。はい。続いて、コムドットが有名 YouTuber を招いて CDF を開催するようです。はい。カメで揉めて不参加だった平成フラミンゴとの関係を見てください。1、コムドット側は誘うつもりだったが、2、平成フラミンゴはコムドット関連のイベント人物たちと関わりたくないか。はい。1、誘うつもりだった。2も、こうシンプルにするために、関わりたい、関わりたくないみたいな感じで。関わりたかったら肯定するカードで。はい。誘うつもりでしたかと関わりたいですか。これもね、何度かもんだなってるよね。この二組について。はい。誘うつもりだったかの、関わりたいか。ああ、関わりたい。ズバッと出ました。あれ、前すごいネガティブなカードが出たけど、女強行だよ。なんか冷静にさ、話し合いたいとかさ、なんかそういう仲良くっていうよりは、なんかそう、冷静な感じで一回話したいみたいな感じがある。うん、なんで、全くもう、なんだろう、縁切りたいとかもう二度と話しかけんなっていうよりは、うん、なんだろう、冷静沈着に一度話し合いしませんかみたいなさ、そういう、ちょっとね、そういう感じ。なので、1は、の、2は、にもの。はい。はい。今日は以上になります。じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね。バイバイ。ありがとうございます。